どうも、キューティクル全開、ネバダです。おしゃしゃ。ねえねえねえ。ネバダ。ラッパー歴3秒。え何なんだラッパーは。というわけでですね、今回マズラビデオ、都市伝説シリーズでございます。ぴょん。というわけでですね、都市伝説の世界的権威、ミスター関を呼んでおります。どうも。よろしくお願いします。あー先生どうも。ミスター関、ダッチは全開者だ。やめろお前。今回の都市伝説は、突如として町自体がどこかへ消えてしまったアシュリー町消失事件というものが存在するので、というわけでですね、今回その町消失事件について触れていきたいと思います。アメリカのカンザス州にあったアシュリーという小さな町。この町を知る人はほとんどいなくて、なぜならばこの町は1952年に起こった直下型地震で消滅してしまったのね。ただ直接の原因は地震の揺れでも、それに伴う火災でもないと言われてるのよ。そう、アシュリーが消滅したのは地獄の中に消されたからなのではないかと言われてるのね。そしてその真相というのが、1952年の8月16日の夜にカンザス州で地震が起こり、マグニチュード 7.9 の地震を観測したのね。そしてこの地震はカンザス州全域、またアメリカの中西部のオークで観測されて、震源地はこのカンザス州のアシュリーの直下であると判断されたのね。そしてカンザス警察がアシュリーに到着した時、彼らが見たものは町ではなく、全長約900メートル、幅450メートルもの巨大な亀裂があったらしいのね。かっそ陰謀的に答えるとね、もしね、そのね、アジュリーっていう街がね、何もこれ都合に悪いものがあった可能性がある。あ、それが本当に潰されたということですね。知らんけど一枚いっちゃいけないだろ。そしてその亀裂は赤々と焼けついていて、深さを測定することは不可能だったらしいよね。紛れ込むなお前。そして政府はアシュリーに住んでいた679名の全住民を捜索したけれども、12日後の8月29日の時点で捜索を断念して、全住民の死亡が推定されたのね。大規模すぎるだろ。そして1952年8月30日の午前2時にまた再びマグニチュード 7.5 の地震を観測し、その震源地もまたアシュリーの直下であったと言われている。そしてその時当局が調査した結果、前の地震で生じていた亀裂が塞がっていたという法則がなされている。そして町とその全住民679名が消滅するまでの8日間の間に、アシュリーの住民の何十名かが周辺の警察署に奇妙で不可思議な事件を通報していたのね。まず8月8日の午前7時にガブリエル・ジョナサンという名の住民がアシュリー上空に奇妙な光景を見たと言っていて、彼は近隣の警察署に空に小さい黒い亀裂が見えたと語っていて、その後何十件も同じ報告が警察署に寄せられた。もうすげえな、俺ワンピースの白ひげじゃん、すげえ。せえおめえな。そしてその報告を受けた警察官がアシュリーへ捜索に行ったところ、本来アシュリーへの道は一本道であるはずなのにもかかわらず、道に迷ってしまったと報告してるの。普通に舗装された道路を走行していたはずなのに、元にいた警察署に帰ってきてしまったと言ってるのよ。その後もアシュリーの住民から空に黒い亀裂が開いていると通報が続々と寄せられていたということもあるらしい。そしてエレイン・カンター夫人という女性に関しては、隣人のミルトン夫人という人とその子供が行方不明になってしまったと語っていて、その後も彼らが町の外で発見されることもなく、町に戻ってくることもなかったらしいよね。そして警察官がヘリコプターで捜査したところ、朝になったにもかかわらず町が暗闇に包まれていて太陽が上がらないと報告してるのよ。そしてアシュリー上空を飛行したところ、町を空から目視することはできなかったと言ってるのね。そしてその後も8月12日の朝に子供217名全員が失踪したという報告も入っていて、またアシュリーに在住の高齢者のスコットランツという人物は、遠くから南に向かって大きくなっている炎が見えると通報してる。彼曰くその炎は空高く上に伸びていると語ってる。そして8月14日は最後の通報になってしまって、ベンジャミン・エンディコットという住民から、午前0時なのにもかかわらず昼間のように空の炎が強く明るくなったと語っていて、彼はその後待つだけ待つと、しばらくの沈黙の間、ああ何か見える、南にあるあれはと言い残して通話を終了したらしいよね。待ってたよ。脳がかお前が。そう、もしかするとアシュリー町は地面に沈んだのではなく、町全体が宇宙船のように宇宙へ飛んでいってしまったのではないかと推測されるのね。おお、それはちょっと違うよね。何がする？常識的に考えて違うよね。チャンネル潰す気だ。